開幕から7連敗と苦しむ最下位ハマタマーレサヌキ。 J2 初勝利を目指し迎えたのは、前節長崎に大敗し立て直しを図る8位アビスパ福岡。ホームのサポーターの前で初勝利が欲しいサヌキ。しかし開始4分、福岡は森村のパスから武田英二郎がクロスを送り坂田、いきなりポスト直撃の決定機。サヌキのチャンスは7分のフリーキック。しかし高木和正、枠を捉えられません。その後は福岡が優勢に試合を進め、迎えた35分、武田英二郎、中原とつないで抜け出した上後、豪快にゴールネットを揺らします。1点を追うサヌキはエンド変わって51分、フリーキックから孫半旗が落とすと、藤井が反転からゴールに迫ります。さらにサヌキは62分、武田祐介のロングボールを受けた持ち留がシュート。徐々に福岡を押し込んでいきます。サヌキペースのまま迎えた終盤86分、途中出場のルーキー福祐希がドリブルで切れ込み、 J 初ゴールで同点。試合は1対1の引き分け。サヌキ初勝利はならなかったものの、初の勝ち点を手にしました。